もう憧れの海外俳優さんにお会いして、実際にあの写真撮影までしていただけるという機会がありまして、もうものすごい感激したんですけれども、考えてみればそこであの大半の男運を使い果たしましたので、あと数年は結婚できないと思います。よろしくお願いします。神田しげでございます。はいね、今男運使い果たしたって言ってるんですけど、もともとないんじゃないかなと思って。それから安城さんに届いたファンレターもですね、自分で書いたと思うんですよね。まあもしそういう人がいるんだったらね、まず僕に来てないのがおかしいんでね。おかしくないですよ、正常ですよ。あのね、ファンレター書いた方、僕はお歳暮をお待ちしております。スーパーリーダー春風亭昇也です。それでは今回の最新曲はこちらです。新規さんまで見つかっちゃったか。ちょっと見つかっちゃったって何かまずいものでもあるの。しょうがねえな。いや実はね、下関に知り合いがいてさ、送ってもらったんだよ。送ってもらったって何を。あーだからまあそのあれだ、あーそうそうそう、あの豚だよ。豚、豚って何の豚。いやだからあの川の豚だよ。川の豚って川に豚がいるの。いやそうじゃなくてさ、あの川に豚って数やつあるじゃない。川に豚、何かな。シンプさんわかる。川にいる豚でしょ。あ、わかった、カバのことでしょ。カバじゃないよお前、カバどうやって送ってくんだよお前。そうじゃないんだよ、漢字の淡水の川に豚と書けばこれフグのことでしょ。あーフグ、ごちそうさまです。いやー私フグ大好きだな。いやなんだよ、すっかりごちそうしてもらう気になっちゃってんじゃねえか。じゃあね、なんでこの川の